おはようございます。おはようございます。ます出社です。え、こんな格好で大丈夫そう？みんな私服らしいけど。ちゃんとね、新入社員らしくね。なんかさ、私お受験のママさんみたいな。で、これね、なんかちょっとジャケットか、うん、ちゃんと上司に失礼のないように行けますよ。こんな格好で行かないもんね、うん、会社いつも、うん。こんな感じで。はい。今日マーケティング部の会議があるので、うん、ちゃんと働いてきますよ、はい、楽しみにしてます、うん、ちゃんと飲みましたから今日も一これでパワフル今日一日動いていこうということでできまーす。おはようございます。おはようございます。中村さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。寒いですね。寒いですね。これが来ない。今日は10時半かな。パワー会議です。よろしくお願いします。全部会社が全部になってメイン。じゃあ打ち合わせしましょうか。はい、はい、お願いします。あ、そう、星子さん、ちょっと遅くなったんですけど、はい、これ用意名刺ですか。まさかの、はい、ありがとうございます、はい、名刺をしっかりと社員として一緒に頑張りましょう。はい、ということで、私、星の子、YouTube をやりながら、輸入通販という企業に、マーケティング部として所属することになりました。というのは、冗談なんですけれども、私が YouTube を始めて2年ぐらい経った時、まあ今から5年前ぐらいなんですけど、本当に始めた当初ぐらいから、お世話になってる企業さんで、実際ね、すっぽんこまちというサプリメントをずっと愛飲していて、そこのね、会社さんなんだけど、動画でも何度か紹介しているので、この動画見てくれてる視聴者さんはもしかしたらね、知ってるよって方多いと思うんだけど、知らない方のために一応説明しておくと、私が5年前ほどからすっぽんこまちというサプリメントをね、皆さんに紹介するようになって、そこからたくさん視聴者さんがすっぽんこまちを飲んでくださったりとか、他にもね、天然通販さんいろんな商品出しているので試してみたよって声とかすごく多くて、かつ天然通販さんが本当に思いやりのある会社さんで、私の動画をきっかけに手に取ってくださったお客様もすごく素敵な対応してもらいましたとかっていうコメントが多くて、これほどお客さんと企業が近いのと、まあ私もそうだけど、まあ、インフルエンサーとして活動してて、クライアントさんがこうやってお仕事依頼してくれるからこそ仕事として成り立つわけで、だけどこんなクライアントさんと私自身がこんなに近い距離っていうのが本当になくて、それぐらいね、素敵な会社さんで、で去年の9月ぐらいにお客様と天然通販さんと星の子っていうこの輪を深めるコミュニケーションを取れる場を作りませんかっていう提案をいただいて、直接私は視聴者さんに会えて、天然通販さんはお客様に会えるっていうこんな素敵なイベントをさせていただいたんですね。そのイベント会場が天然通販さんの会社だったんですよ。この動画ね、見てくださった方分かると思うんですけれども、そこで社長さんが出てくださったりとか、スタッフさんが登場したりとかして、実際に天然通販さんの中を映させていただいた機会があったんですけど、動画越しでもやっぱりなんてアットホームな会社さんなんだっていう風に視聴者さんにも伝わって、コメントに限らず DM もね、すごいたくさん来たんですよ。その数ヶ月後に天然通販さんとリモートでね、打ち合わせする機会があって、そこでなんとその動画を見て、天然通販さんに働きたいっていうお問い合わせがありましたと。あ、そんなこともあるんだっていうのも一つびっくりじゃないですか。そしてなんと採用された方が1名いるらしくて、見てますか？すごくないですか？私の動画を見て採用につながったという。だから私が天然通販さんで仕事できることとかないですかってお伝えしたら、快く引き受けてくださって、今回はマーケティング部の一員として一日出社してみようと思います。本当に素敵な会社さんなので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは行ってきます。名刺をしっかりと社員として一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。正面見てください。マーケティング部クリエイティブプランナー。あ、みんな同じあと、大地さんの方はマーケティング部専属カメラマン。カメラマン、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。わざわざ今日はお会いということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、早速始められればと思うんですけど、すっぽんこまちと関節だし、ダブル飲み、相性めっちゃいいですね。相性がすごくいいので、うん、それ
けたりとか、いいです。これ初めましての人に届く、うん、そうですね、専用の箱、うん、なので2回目からはもう少し簡易的なもので、うんうん、封筒ですね、はい、これめっちゃでも喜ばれますよね。そうなんですよ、冷蔵庫とか。これいいですね、うん、これめっちゃ喜ばれますね。こんなサーバーの横とかにもあるんですよ。確かにミニサイズってあれ1週間分、ね、1週間分スッポンコマチ のミニサイズもあるんですよ。かわいいサイズ。かわいいなんかこれ飲み切っても詰め替えてもすぐ飛ぶよみたいな。確かに確かに。かわいい。え、2つっていけますか？2つ2つどっちもですか？両方買ってくださった方にミニスポンクマチとミニ手摘み出しを両方お付けする。かわいいし、これで持ち運んでほしいし、確かにね、相乗効果でみんな元気になってほしいし、うん、っていう。いきましょう。はい、じゃあそうしましょう。おお、おしまいからの熱い思いが2つになります、ね。手書きで、なんか星子さん白い紙とか書いてもらって、もう書いてもらって、今書いてもらって、今書いてます。あ、ちょっとここには入らないと思うんで、こことかに入れて、で、これが入る感じになると思うんですけど、パッケージ詳しいですよ。それってもう少しもう、ラッキーチップ出たから、そうそうそう、1個にして、知らなかったから、こういうところでちょっとワクワクを届けるっていうね。こういうの地味で嬉しいからね。どうぞ。ここでコールセンターの研修ということで、はい、お願いします。お願いします。もしもし。もしもし、お電話ありがとうございます。すいません、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、このすっぽんこまち、はい、妊娠中とか授乳中でも飲めるんですか？はい、妊娠中、妊婦中、一緒か。安心してお飲みいただけます。その都度体調面で変化があるとありますので変化があると思いますので、かかりつけのお医者様にお問い合わせいただきながら、自分の体調と向き合いながらお飲みくださいませ。ありがとうございます。なんか一粒とかって飲んだりしたら効果薄れちゃったりとかってするんですか？大丈夫でございます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お薬と飲み合わせが悪かったりするものありますか？基本的にはすっぽんこまち食品のようにお飲みいただけるサプリメントなので、ご安心してご愛用いただければと思うんですが、定年通販の看護師窓口がございまして、そちらにお電話を転送させていただくので、直接ご相談いただければと思います。海外旅行に行くもので、定期コースを途中で取りやめること、あと半年後に再開したいなと思ってるんですけど、できるんですかね？もちろんでございます。弊社いつでもお休みだったりお止めすることが可能でございまして、もちろん再開も受けたまわれます。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて海外旅行行ってらっしゃいませ。あ、嬉しいです、ありがとうございます。はい、お電話ありがとうございました。すごい素晴らしい、嬉しいですね。テレ客さんのご事情だったりご状況だったりとかに合わせて、より良いご利用方法みたいなのを一緒に考えていけたらなっていうふうに思ってるので、海外行かれるってことであれば準備大変やろなとか、お気をつけていただきたいなっていうところで、ちょっと一声かけさせていただいたりっていうのを日頃から結構意識させてもらってますね。素晴らしいです、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ食べましょうか。いただきます。あれかけてたよな、野菜、うちの会社のさ、野菜だしとか飲み出しをさ、大量にもらえるからさ、前でさ、はい、幸せ幸せ幸せ、うん、お疲れ様です。あ、そうです。どうぞ、カフ弁当は美味しいです。カメラがめちゃ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 違う。今日、昨日はやらい違い昨日はやらい違い何時から開きますか？2時前には前提終わるんで。あ、わかりました。いつも言ってもらったら本気出します。そんな決まらなくていいです。いつも通りで。いや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 。カメラが回ると。いやいやいや。チャンスは違う。いやいや。下がらなくていい。下がらなくていい。だって今もカメラ回ってるって聞いてからもちょっと変わってます。なんか普通の時のテンションやったら全然あれだよ。カメラ回ってる。普通で。ここにハイボールないとやっぱ落ち着かん。確かに。じゃあちょっと僕一仕事やってまた行きます。はい、ありがとうございます。もうお昼もご飯も食べ終わって、今から社長会
丁寧通販の歴史っていうか、そうお客様への思いをみんなで共有する会みたいな感じだな。あ、いいね、うん、社長を含めたそういうミーティングが定期的にあるらしいね、うんうん、どうですか丁寧通販でお仕事してみてもう本当にね、 DM で果てしなく人間関係がうまくいくかどうか不安ですとか、はい、相談来るんだけど、普段からこの会社見てみて、うん、みんなさ、これだけアットホームでさ、なんか優しくてさ、社長さんがさ、お父さんみたいでさ、はいはいはい、そんなところでさ、もう悩む気配もないよね、うん、大きいさ、会社で勤めた経験がないからあれだけど、うん、まあでも今はあれ、新入社員っていう学びに来てるので、はい、逆にネガティブフィードバックをいただくスタンスじゃないと責任を持ってそうですね、はいはい、じゃあ社長さんから丁寧通販の思いを聞きに行きましょう、はい、じゃあ恒例の社長会やります。今日第2回目ってことですね。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあお前なんかあった？この数字はすっぽん小町が作られたタイミングで、うん、2006年、はい、利益的な動きに結構ガクッと下がったタイミングだと思う。売り上げね、はい、はい、それでもこう新商品を作ろうって思ったきっかけというか思いが、はい、だから創業当時97年って、はい、クロゲンっていう健康食器から始まった生活保護サービスがあって、はい、で紆余曲折の中2002年から、まあ、化粧品に行っちゃったわけですよ。で一気に20億30億まで行って、まあ、はたから見るとすごく伸びてるなっていう印象を受けたと思うんだけど、はい、その時やっぱ僕は思ったのは、やっぱ健康食品の方がお客さんとこうコミュニケーション取りやすかった。特にその創業当時暇だったので1日1本2本しかなかったんですね。注文はがきが1枚2枚、その時に暇すぎて長く話そうみたいな、でそれでお客さんの情報を集めて、たった1件2件の商品と請求書だけ送るのってもったいないので、じゃあちょっと一筆書いた。だそこがベースで今定例図があるわけ。でそこから5年6年で一気に化粧品で売り上げお客さん伸びたものの、そういうことができなかったのね。売り上げ伸びてるしこれも我慢してもんって思った時に僕の心が折れて、でもう一回健康食品に戻りたい。じゃあ健康食品ってもう2004年とか5年になると、いろんな会社の分かりやすい商品がたくさんあったわけよ。僕たちしか扱えない健康食品で、お客さんが、ね、女性が多い方たちが喜んでくれて、世の中にない商品なんだろうってずっと考えてて、で発売する2年前に母親を連れて家族で旅行に行ったんですよ。まあ解析が出てメインが選べた、うん、でうちの嫁さんと母親はなぜかすっぽんなんだよ、うん、でなんか聞いたらすっぽん肌に良かったよ。でそれをパッと思い出したんですよ、うん、ですっぽんに関してはわーっといろいろ自分で調べていくと、アミノ酸がこれだけ入ってるやつはないし、コラーゲン作り出すのもアミノ酸だし、で世の中すっぽんイコール女性っていう概念がないところに、うちの女性のお客様に提供すると絶対喜ばれるじゃん、子供たちに出したらもうすげえことになると思い込んでましたね。それで生まれたのがすっぽん小町です。でも小木さんその当時からいらっしゃっていましたよね女性スタッフたちは、うん、社長そっちに行くんやみたいな感じで、いわゆる9割を敵に回してスタートした。その時化粧品のデザイナーをやってるその子はですね、僕の部屋に来て、私はそんなギラギラした商品のパッケージなんか作れません、うん、っていうぐらいやっぱ当時の女性の人たちはなんかそのスッポンイコール男性のイメージがあったんで、スッポンっていうやつがいかに女性にいいのかっていうことを伝えて伝えて、で少しずつなんかその気になってくれて、時間かかったですね。でもやっぱり最初話聞いた時もあれ男性のイメージだなっていうのはありましたね。けど覗いてみたら主婦に向けたなんかサプリメントなんだなっていうのがあの LP で分かったので、あとあの和の感じとか、ここもすごくいいですね、馴染みが、うん、しかも今やったらね、ウェブページとか行ったらなんとなく女性っぽいとかわかるけど、その当時ってそれこそ別にウェブページがあるわけでもなく、ね、テレビ CM ですもんね。そうなんだ。だからやっぱ3年かかったね、ようやく売れるようになったのがね。すっぽん小町作るときにこのどこで生産しようとかっていうところを全部社長さん全部決めた。分かんないから行って勉強させてもらおうっていうのと、本当にいい生産者と組んでやりたい、うん、いい生産者っていう定義が何かというと、自分が育てたすっぽんが好きで仕方ない、愛してやまないみたいな人と僕は出会えると思ったわけ、はい、そしたらね、13カ所回ったときに一人もいなかったんですね。ただ時間も限られてるわけですよ、もう売り上げも減っていくし、
で、たまたまその日福岡になんか別の県で出張に入っていて、たまたまその一緒に食事してた秋吉社長がパッと電話がかかってきて、なんかね、佐賀にすっぽん大好きじじいがいるらしいどうするっていう電話やった。翌日アポイント取って行ったら今の運命の朝うお父さんだったんですよ。その人はもともとすっぽん好きの人嫌いなんですね。業界じゃ有名やったらしい。築地でも1位か2位を争うぐらいの高値で取引されるぐらいのすっぽん作ってる。ただめちゃめちゃ頑固な人で、初めましてたらさ、まあ無視です。で、名刺も受け取ってくる。で、たまたま一緒に同席してくれた秋吉社長っていう方が佐賀の人だったので、佐賀弁でなんか話してくれたよ。で、僕はそこで日本で一番すっぽんのことを愛してる人と一緒に組んで、女性向けのすっぽんのサプリメントを作りたいです、うん、世の中はそのすっぽんの健康食品男性向け多いけど、女性向けはないし、男性向けのやつって高額なやつ多いし、うん、僕そんなんだから広がんないと思うんです。もっと多くの人にすっぽんの良さって伝わると思うんですよ。そしたらもうで、もう畳みかけるように、浅草のすっぽん素晴らしいんじゃないですかそうだ、ついてこんかいっつって、やっぱりわしはなと、いっぱい来とった、あんたたちみたいな人たちは、うん、ただみんな、男性向けのやつで5000のやつを5万円で売るような、もうそんなやつばっかりやと、わしはそれで大嫌いやと、だからすっぽんが広がらんのはそこやげんよっつって、そうですよね、だから一緒にやりましょうよって、でそっから彼もはいろんなことを教えてくれて、もう最後はさ、もう握手です、よろしくお願いします、あんた頼んだよと、そっからそこと組んで現在に至るんです。研修の時に歴史の話とかもちょっとその浅尾さんがしてくださる時に、社長はそういうお話をしてきた経営者の中で唯一丸ごと使うこともなんか認めてくれた、そういうところにも感謝してるって話をしていて、すごい信頼関係だなと思ったし、お互い愛情深いというか、そういうあったかさを感じる。ちょっと今の話が逆に信じられないくらい、その浅尾さんの頑固さみたいなところが、まあ、これで第2回、はい、また第3回もまた、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お邪魔してもいいんですか？どうぞ。ありがとうございました。本日いや、とんでもないです、とんでもないです。あんなんでよろしかったでしょうか？いや、もう本当にもう感動的なお話たくさんいただけて、いやいや、まあ、経営者同士ですかね。いや、もうありがたいです、光栄です。とんでもないです、とんでもないです今日は私がね、天然通販さんで1日ちょっと入社体験みたいなことをさせていただいたんですけど、お父さんみたいな偉大な社長さんがねいる会社さんで、さらに大好きになりました。ありがとうございます。こちらこそ。で、まだサプリを飲んだことない方に向けて一言いただきたいなと思って、はいはい、あんまり販売者側が背中を押すのは非常に言いにくいですが、うん、星の子さんも自分が信じたことを発信してくれてる、その星の子さんがすごくうちの商品気に入っていただいて、いろんな方に紹介していただけているというのが僕は真実やと思うので、どうしようかなとか、やっぱりこれだけ健康食品あるとさ、迷いますよ。ただそれが値段とかなんか機能がとかオファーじゃなく、星の子さんが信じている商品をまだ飲んだことない視聴者の方たちには、ぜひ星の子さんを信じて飲んでもらったら間違いないんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、愛ですね。愛です。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いつもガチガチしのこさんの動画を通してたくさんの方に出会わせていただいて本当にありがとうございます。最後までお付き合いいただきありがとうございます。楽しい企画があります。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱ社長さんって緊張するね。そりゃそうだよ。そう、あんななんかフランクでさ、お父さんみたいな感じで、うん、やっぱ緊張するね、うんうん、いいお話たくさん聞けて、うん、もちろんすっぽん小町がいいってことは知ってたけど、うんうん、やっぱ直接的にさ、社長さんがどうやって今までじゃあ生産から今の販売まで至ったかっていうさ、数字の面もそうだし、うん、思いとかもそうだけど、うん、そういうのさリアルで聞けるってさ、うん、ないじゃん。いや、めちゃくちゃ貴重な話だしさ、全然その比べ物にはならないけど、うんうん、なんかその経営とかっていう部分でそういう思考でこんな情熱的にスタッフに接してお客様に思って動いてきたんだなって思うと、偉大すぎて一つ一つの言葉がありがたみすぎる。確かにね、
すごい素敵なあの体験させていただいたのは視聴者さんがたくさん手に取っていただいて、で反響がありましたよと、クライアントさんも喜んでくれて、そこからの輪だから、うん、全部星の子チャンネルを見てくださっている視聴者さんのおかげだなって、なんかすごい改めて思って感謝だなと思った、うん、そうそうそう、愛が溢れすぎてるからみんななんかおもてなし精神はすごいってさ前から言ってたけど、うんうん、自然にさ溢れ出ちゃってるみたい、うんうんうん、低熱反のことが大好きになりました、うん、僕もだよね、うん、なんかもう大好きになっちゃうよね、めっちゃこれは本当に今までね企業さんとタイアップさせていただいてるけど一番反響があって一番声が届くのよ、すっぽん小町を飲んで笑顔が増えましたとか、なんかほんと体力的にも主婦ってさ子供のことやって自分のことやって仕事してみたいなさ、うんうん、大変なのよ、そんな中でさやっぱさ体力ってさたくさん寝たとしても次の日それで体力あるかって言ったらそうじゃないの、いろんなさ女性ってさ体の悩みがあってさその中でさいろんなことやんなきゃいけないわけ、そうするとねなんか心が疲れてくの体力ってよりかは、まあこれも多分動画で私何回も言ってると思うんだけど、うんうん、心の面までサポートしてくれる思いやりのある本当に低熱班っていう名前がふさわしい会社さんだなっていう風に改めて思うので、そんな温かい会社だよっていうのをこの動画でお伝えできた私も嬉しいし、スポンコ町を紹介してるけど実際どうなんて気になってくれてた方がいたとしたら安心して飲めるサプリなので、この機会にぜひ概要欄からチェックしてください。今日オファー会議でお話ししてたキャンペーンもね用意してくださったので試してみてください。と別にお薬も一緒に飲んでいいのかなっていうのが気になったのでちょっとお答えください。お問い合わせありがとうございます。お客さんが頭おかしいもん。